なのだ。日が変わってお洋服も変わっているであーと。雨が降れば出るのはカエル、ケコケコ、にゃん。いつも動物ジェスチャーよ。楽しい発見、ワクワクするような発見をしております。アジタート。弾いてみたとさ、ピアノはとってもデリケート。先生もネバネバネバーとじどー楽譜とにらめっこすることで考える能力に、自分で曲をイメージする技術も徐々に身につくで、あーと自分のできることをコツコツと楽しいからやってみる、これが一番だと思います。子どもたちに完璧や難しいことを要求しては息が詰まります。深呼吸にリラックマア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 リラックマ、曲に応じた手首や正しい姿勢で打鍵の位置も柔らかく、あら
マッサージされてるようで気持ちがいいわね。子供たちの楽しみるワクワク子供レッスンを目指しております。あらー、かわいいわね。誰でもきちんと自分のことを話をきちんと聞いてくれる人、相手をきちんと立てることも大切だなと日々思います。相手の立場を尊重してお話もきちんと聞いてもらい、ありがとうございますと言えるようになりたいなと日々思っております。それでは一句、その言葉かけられると嬉しいな。かわいいね、誰でも取り得あるである。誰でも一つはいいところや得意分野がありますが、100% 毎日元気ではありません。ムシムシ暑い日が続き、子供たちも喉が渇き、集中力も低下しがちです。優しく、楽しく、楽しめるワクワクアドラー流ピアノレッスンを目指しております。ドはドーのドのド、レはレモンのレ、ミはミナのミ、ファはファンタのファ、ドレミファソソソソファミレドドド、ドレミファソファミレドレミレド、ドシラソソファミレド、ファファミレレミファソ、ドシラソソファミレド、ドレミファソラシドソド、ドシラソファミレド。みんな大好きアンパンマンからドラえもん、何でも弾いてみたい曲、好きな曲を楽しく歌いながら弾くのが一番かもしれませんね。それではまた。